DS テレビ展開した状態ワンセグ受信アダプタ DS テレビは、ニンテンドが2007年11月20日に発売した、ニンテンド DS 用ワンセグ受信チューナーである。ニンテンド DS シリーズ本体で使用可能。価格は6476円。2006年2月15日に開催された、ニンテンド DS コンファレンス2006春で、 DS 地上波デジタル放送受信カードという名称で発表された。当初は2006年秋に発売予定と発表されていたが発売延期となった。その後しばらく公式発表がなかったが2007年6月28日に開かれた株主総会終了後の株主向け自社製品体験会で年内をめどに発売すると発表。同年10月25日に公式サイト上で デザイン、発売日、価格、機能等が正式に発表された。開発の遅れは受信状況のテストが長引いたためとされている。アンテナ本体の端子部を保護する DS テレビ専用カバーと受信状況が悪い時に使用する専用外部アンテナが付属する。当初は公式サイトのみでの販売で2007年11月8日午後に発売日予約が開始された。 開始と同時に公式販売サイトにアクセスが殺到し、サーバーになかなか接続できない状態になった。公式販売サイトに接続できた場合でも、購入ページからの送信に応答しない事態も発生した。9日以降もアクセス障害が続き、10日には予約数が規定数に達し、わずか3日間で予約打ち切りとなった。 その後もたびたび予約販売が行われていたが、2008年1月までの約3ヶ月間はその日のうちに予定数量に達し、終了するという状態が繰り返し続いた。その後は状況がかなり緩和された。その後、公式サイトのほか、Amazon、ビッグカメラ、ゲオ、フル本市場、トイザラス、上ョヨドバシカメラ、伊東洋華堂、ソフマップ、スタヤ、 セブンドリーム .com 楽天ブックスワンダーグルの各通販サイトでも取り扱われている。2008年7月からは店頭販売が開始された。2016年に製造終了。任天堂 d DS に装着して視聴した状態 DS カードスロットへの接続端子を有する基部とアンテナ収納部2本のアンテナからなる。未装着状態でまっすぐに展開してアンテナを 最大限に伸ばすと DS カード端子からアンテナ先端までの長さは 30cm を超える。そのため接続時にはその大半が DS 背面側に大きくはみ出す。2006年春に初めて発表された際のモックアップでは受信アンテナは1本で製品版よりも小型だったが後方にはみ出すデザインは同様だった。この形状について 任天堂の社長である岩田聡氏は TV を見るときは手に持つより台か何かの上に置く。その場合に合理的なフォルムと語っている。基部には装着時に底面に沿うように足がついている。そのため、機上などに置くと未装着時と比較して多少傾斜する。アンテナ収納部は基部を軸に DS 本体の折りたたみとは逆方向に。 最大270度程度の展開が可能。畳んだ状態では DS の底面に沿う位置にある。収納部からはさらに2本のアンテナが伸びるようになっており、それぞれ独立して動かせる。これらを最後まで伸ばした後、2本のアンテナをそれぞれ前後に90度の角度に開く、縦 V 字ポジションを受信性能を最大に上げることができる状態として、任天堂は推奨している。 その形状や展開方法からブック型カバーなどの背面側を覆う周辺機器とは大きく干渉する。また、底面側に装着するケースやスタンドなどとは、基部の足が干渉して併用できない場合がある。なお、ニュー・ニンテンドー 3DS とニュー・ニンテンドー 3DSLL ではソフトの差し込み位置が変更になったため公式には使用不可となっている。 Nintendo 2DS と New Nintendo 2D SLL でも使用不可。Nintendo DS の特徴である2画面を利用して、主に上画面にテレビ放送を表示し、下画面を使って様々な操作をする。字幕放送に対応しており、上画面の下部に表示される。テレビ画面の表示方向を切り替えることができ、縦持ち横持ち両方に対応している。 表示画面アスペクト比は16、9と4、3の2種類から選択可能。なお、最大解像度は、ワンセグ放送本来の320、240ピクセルに、対し DS は256、192ピクセル。また、発色数は、ワンセグ DS とも、約26万色だが、DS テレビの仕様では3万2000色と、画質の面では、専用機や、 携帯電話などに比べやや不利である。また、データ放送、双方向通信、ワンセグ放送の映像や、音声の録画には対応していないほか、東京 MX、南海放送等が実施する、マルチ編成、ワンセグにサービスにも、非対応で、サブ1チャンネルのみ受信。地域限定のエリア放送では、曲名表示には、非対応のため、新規チャンネルと表示される。 番組情報では、チャンネル名表示可能。エンジョイツール周その他の機能自宅などの屋内や、車内において、ワンセグ放送を受信できなかったり、映像や音声が安定しない場合は、同梱されている専用外部アンテナを、付属する吸盤を取り付けた上で窓際などに設置し、DS テレビの接続端子に接続することで、受信状況が改善する場合がある。接続端子は、 装着時で右側にあり、QDS だと、プラグが標準タッチペンの着脱に干渉する。ポータブルテレビ、車載テレビ用として、一般的な直径 3.5mm のミニプラグ端子が使用され、専用外部アンテナに加えて、他の機器用のミニプラグに対応した、アンテナアンテナケーブルの接続も可能。外部アンテナ使用時は、本体アンテナの機能が停止する。ありがとうございます。